この後ですね、8時からウェザーニュースライブサンシャインが始まりますので、次のキャスターさん呼んでいきましょう。大島リンノンキャスター、よろしくお願いします。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインを担当します、大島リンノンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あのお盆休み期間中の方も多いと思いますが、今日は山の日ということで、山は登りますか？登ることもありますけど、高尾山しかないです。東京の山しかない。なかなかね、うん、富士山は？富士山行ってみたいんですけど、まあでも登らなくてもいいかな。きついから絶対ね。ちなみに部活は何部だったんですか？聞いたことないかも。高校はオーケストラで、うん、中学は吹奏楽でした。あ、じゃあ結構ずっともう素張りです。あの筋トレとかもなかったので。あ、そっか。うん、楽器は？楽器はフルートとバイオリン。うん、へえ、そうなんだ。フルートやってたんだ。ぽい。ぽいですか？うん、私も一緒の吹奏楽でした。初めて聞いたかもしれない。確かに私も知らなかったです、ね、部活の話したことなかったかも、ね、うん、運動部じゃないんだ。でも全然ないです。確かにイメージないって思ったけど、イメージ通りだった、うん、あ、フルートか似合うな、ね、どっちも似合う。バイオリンも何の楽器やってたんですか？当ててください。サックス。あ、クラリネット。ブブー。あ、違う、うん、木管じゃない。金管ですか？うん、金管。トランペット。正解。さすが。そうなんですよ。あ、じゃあ一緒なんだ、うん、ね、知らなかった。初めてこの話題かもしれない、うん、結構吹奏楽部ウェザーニュースキャスター多いかもしれない、他にもいらっしゃいますか？うん、いた気がする。知らない。あれ、嘘。いましたよね、皆さん。私もわからない。誰か助けて。誰か聞いてみましょう。いた気がするけど、セッションできるかもしれない。面白い。ウェザーニュースオーケストラ。みんなで、うん、作れるかもしれないです。あ、そうなんだ、うん。山の日ということで聞いていきましたが、はい、でも登りたいという気持ちはあるということで、今日はしっかり富士山も見えてるので。いいですね、ぜひその様子などもこの後見てみてください。はい、そしてこのリポートもいただいておりました。雨のリポートです。秋田県大館市の方から、雨すごいです、ちょっと走れるレベルじゃないですということで、今日も東北北部の雨は注意が必要になりそうですね。そうですね、はい、この後もまだ前線が停滞しているということで、活発な雨雲に伴ってこういった強い雨の降り方になるタイミングありそうです。また夜にかけては再び大雨に警戒が必要ということで、今もこういった強い雨なんですが、夜に向けての備えなどもしっかりと行っていただければと思います。また今日は山の日なので、はい、そういった山の日登ってるかなっていうリポートなんかも募集しておりますし、届いたら紹介していきますので、うん、ぜひ皆さん送ってください。はい、まあ、なかなかね、私たち登れないんで。そうですね。みんなもどうなんでしょう、登ってるのかちょっと不安なので。私も最近登ったの高尾山だから。そうですよね、一番でも登りやすいですよね、うん、世界で一番登られてる山だそうなので。そうなんですね。もし他の山に登ることもあれば、ぜひリポートなど送ってみてください。ではこの後よろしくお願いします。はい、お願いします。ここまで3時間はウェザーニュースライブモーニングをお送りしていきました。今日からお休みの方も多いと思いますけれども、雨や暑さ引き続き注意をしてお過ごしください。ではこの後も皆さん良い一日を。